国にちゃづきでございます。インタロでございます。ユニシェでございます。福島でございます。ミユニでございます。いや、ちょっと、もともとにしたでしょ。はい、本日ですけれども、そう、秋、食の秋でございますね。みんな大好きな栗ご飯、今日これをね、先日僕 BS のやってたぐらいでやらせていただいたんですけれども、やっぱりどうしてもテレビの尺だと伝えたいところが全部伝わってなかったりするので、ね、あえてまたちょっと僕自分のチャンネルを使ってですね、細かいお料理の組み立て方、やっぱりうまい料理と美味しい料理で、今回のような栗の炊き込みご飯とかっていうのは、栗をいかに美味しく召し上がれるかどうか、美味しくって美しい味って書いて美味しいんでね、なので美味しくさせるためにどういうふうなことが考えられているかっていうのをお伝えできればなというふうに思っております。ぜひですね、本日もどうぞ最後までご視聴よろしくお願いします。はい、というわけで、材料ですが、こちら茨城県産の栗ですね。栗はちゃんと持った時にですね、ちゃんとこう身が大きくてですね、重さがある、あと色つやが綺麗なものがいいですね。たまにこう触ってみると中がふやふやしちゃってるのがあったりするので、ね、そういったものは買わないでいただいて、はい、でこれは今1時間ぐらいつけるんだったら水でもいいんですが、まあ、今回はもう20分ぐらいで、ね、サクッとやりたかったので、今お湯に20分ほどつけてそのまま放置した状態です。であと今回合わせる材料はですね、舞茸、やっぱりね、秋の栗と秋の舞茸、すごくこう相性が良くて、ただ僕はね、今回舞茸は生のまま入れるんではなくて、炊き上がりに天ぷらにした舞茸を入れることで、味の食感と油分だったりだとか、まあ、そのあたりをね、すごく意識しております。で、かつおだしに、鶏の肉の皮をですね、ちょこっと入れて、動物性のイノシン酸系のうまみをプラスするというような感じのお料理です。で早速やってまいりましょう。これ栗はまず下のこの鬼柄のこの下の部分ですね、ここを切ります。なんかね、やっぱり大体みんな湯がいたりとかすると思うんですけど、湯がいちゃうとここで生じゃなくて火入っちゃうんでね、火を入れないで鍋の中で、土鍋の中で火を入れしていく。まあ土鍋もしくはだから炊飯器ですね。で、こう鬼殻っても手でこう簡単にこうやって剥けるんで、こうやって剥いて、渋皮煮作る時とかはこっちからやっていきますね。でも今回はもう剥いちゃうんで、剥いちゃいます。じゃあみんなこれ一緒に剥いてくれる？はい。みんなでやれば一瞬で終わる。手分けして、はい、俺3つだけになっちゃった。こうやって今度渋皮も剥いていきます。生からね、やるのがいいんですよね。生のこの栗、渋皮にするときとかってアク抜きで重曹を入れたお湯で何回か茹でこぼすんですけれども、そのアクもね、うまみという考え方で生からいっちゃいましょう。何笑い？動画回してんだ実は。 OK、 こんな感じで、ね、首すぐにアク回ってきた。ちょっと、はい、こんな感じでね、全部剥き上がりました。そしたら、まあ、周りにね、汚れついたりとかしてるんで、一回これを水で洗っていただいて、水気を切りましょう。はい、それではね、次に鍋の方ですが、お米1合ですね。で、ここに栗を投入します。栗ご飯なんでね、このまま
ズボズボっと入れて、炊飯器とかやる場合も同じ感じですね。これ鶏のももの皮の部分ですね。これも一緒にこの中に入れます。結局栗が持つグルタミン酸系のうまみと、鶏が持つ、鶏の皮が持つ動物性のイノシン酸、そしてカツオと昆布だしの合わせだしが持つイノシン酸系とグルタミン酸系のうまみが入ったお出汁を1411でレシピまた別に入れておきますが、でこれでもうゆっくりと火にかけて炊いていきます。ね、こんな感じで火にかけていきます。で、まあ、このうちの土鍋の場合はこれは枠はでもう強火でかけていくんですが、沸いてから弱火にして約12分から13分ぐらいですね、まあ、その時の土鍋の中に入っている材料の水分を考えて出汁の量とかを計算していくというような感じですね。じゃあちょっと早速このままかけていきます。で、舞茸は適当な大きさに裂いて、あんまりいっぱい入れすぎちゃうと舞茸ご飯になっちゃうんだよな。こんなにしようか。で、これ揚げていきます。今回は打ち粉とかはせずこのまま揚げていきます。余分な衣を弾いて落とす。余分な衣を外します。まあ、普通にねさっくりした天ぷらを上に乗せるっていうのもいいんですけど、ちょっとこの舞茸を少し焦がしめに揚げていっていただいて、でこの香りがなんかこう新しいお料理になるなと思って、まあ、この際の油を例えばごま油を少し効かしたりすると少しごま油風味の炊き込みご飯になりますし、このあたりで、ね、もうお好みでいいと思います。ちょっとこう焦げてきてるでしょ。こういう感じがね、いいっすよね。天ぷらは天ぷらとして食べるんではないので、あくまで栗ご飯の中の相乗効果という意味合いなので、普通に天ぷら食べるんだったらもうこのくらいでね、もうサクサクになってるんで、このくらいで揚げた方がいいんですけど、今回はこの素材を少し焦がして、それをご飯の中に入れる。そういう考え方。舞茸の天ぷらってなんでこんな美味しいんだろうね。一番好きかな、本当。オッケー、じゃあこのぐらいで揚げていきます。ちょっと薄仕上げて。あ、じゃあこれもらっていい。最後の10秒だけ強火に変えるか。ちょっと中火ぐらい。OK。で、ここからさらにもう6分、ちょこっと蒸らしの時間に入ります。で、この際に蓋を、うちの場合はね、蓋を変えて、今一瞬見えちゃったでしょ。超美味しそうなのが。はい、というわけで、できました。見てみましょう。うわ、やばいね。超
うん、まあそうじゃ。で、鶏の皮はですね、召し上がるっていうよりも、出汁を取りたいというような形なので、一回外させていただいて、なんか他のつまみで。で、この舞茸をここに放り込んで。香りと食感もね、栗と舞茸の炊き込みご飯です。美味しそうでしょ。じゃあ早速、ちょっと行ってみます。サクサクっとね。舞茸さんと。ここからちょっとさっきやっぱりやったから焦げちゃんとついてんじゃん。ほら、栗が。ゴロゴロいるでしょ。ご飯をよそるときのポイント。真ん中を高くして、周りの余白をしっかりと開ける。そうするとすっきりと、いい感じに盛れます。はい、というわけでね、出来上がりまして、栗と舞茸の炊き込みご飯。ちょっとよかったら食べてみて。ありがとうございます。いや、本当に美味しい。いただきます。どうぞ。この栗がね、やっぱこうほっこりしてるのがいいのよ。うん、いやマジでうまい、めっちゃ美味しいです。俺この前動画でやったやつよりも今日の方が美味しい気がするんだけど、なんでだろう。これもあとね、舞茸の天ぷらに少し塩したじゃん、はい、多分ね、それがねまたうまい、はい、めっちゃ美味しいよね。どうですか。めっちゃ美味しいです。さすが、なんかいい声してるね、はい、いい声してる。よし。やはり栗を一番最高に美味しく食べるためにはというかの考え方の作り方なので、まあ、もちろんね、最初に火入れして剥くとか、なんかいろんな、例えば栗を蒸してから入れるとか、なんかいろいろ考え方あると思うんですけれども、やっぱり僕はね、生からゴロンと入れていただいて、それを引き立てるための、お野菜、舞茸であったり、鶏の皮であったり、なんかほら、例えば鶏肉が思いっきり効いてたらさ、今度鶏の炊き込みご飯の味になっちゃう。そういうことではなく、あくまでこのほっくりとした栗の味、そこを一番表現したかった。だからあまり効かせすぎてもダメだし、効かなかったとしても良くない。だから別に隠し味っていう言葉あるじゃないですか。隠し味ってわからないぐらいの状態の味わいがあることが大事。そういう複雑な味わいが重なり合って、とても美味しい料理になる、こういうようなね、刃物の考え方でございますので、まあ私がね、言っていることが全てではないと思うんですが、まあまあ、一つね、ご参考にしていただければというふうに思っております。そういった意味合いではね、今度、初の私の著書のレシピ本が、11月の下旬ぐらいに、角川書店よりですね、発売されることになっております。まあ今回のレシピ本はですね、あくまで、お野菜だとかお肉とかもうお魚とかもそうなんですけども、そういったお出汁、旨味をいかに引き出すかっていうようなところに着目した本になっておりますので、ぜひですね、皆様にご購読いただければというふうに思っております。ぜひ次回の動画もまたお楽しみいただければというふうに思います。ぜひ、たくさんのコメントと応援のメッセージ、お待ちしております。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた会いましょう。バイバイ。舞茸さん出ておいで。うっご見て、アフロヘアみたい。はい、できました。クリット舞茸の炊き込みご飯見たって言ったよ。はい、誰もいなかったけど、そこのリアクションみんなバジーンと上げてくれないと、ね、できました。クリット舞茸の炊き込みご飯召し上がってみたいでしょ。嘘っぽい、嘘っぽいんだよね。